中小企業の中でも特に規模の小さい小規模企業が地域の雇用を支えるなど地域の経済に対して重要な役割を果たしているという点、成長発展によって我が国の経済の成長を牽引するという点、この2点に着目をし、中小企業基本法の基本理念に小規模企業の意義を明確化するとともに、今後の施策の方針を新たに位置づけました。また中小企業の経営環境の変化に伴い、海外展開の促進や情報通信技術の活用など基本的施策として位置づけました。今後は今回の中小企業基本法の理念を踏まえ、小規模企業に焦点を当てたきめ細かな施策を重点的に講じていきたいと考えています。今回、事業者の方が金融機関から借り入れを行う際に、各地の信用保証協会が信用保証を行う制度の対象に電子記録債権による資金調達を追加しました。背景には電子記録債権の利用急増があります。現在、約20万社の方が利用契約を行い、取扱い債権残高も 1.6 兆円を超え、今後は事業者の方が受け取った電子記録債権を資金調達に活用していくことが想定されています。具体的には、取引先から受け取った電子記録債権を金融機関に持ち込み、電子記録債権の割引を受けることや、電子記録債権を担保にした金融機関からの借り入れに際して、信用保証協会による信用保証を通じて円滑な資金調達が可能となります。電子記録債権を資金調達手段の一つとして捉えていただき、電子記録債権の割引を金融機関から受けるなどの際には、ぜひ本制度をご活用ください。今回の中小企業支援法の改正では、経営に関する情報を得られにくい、相談相手が見つからないといった中小企業・小規模事業者の方々、また起業家の方々の悩みを解決したいという思いを込めております。具体的には、中小企業者様向けの施策情報や、専門家・先輩経営者、さらにはビジネスパートナーをインターネット上で紹介する事業者を認定する制度を新しく作りました。このような事業者を認定情報提供機関と呼ぶこととしております。これによって必要な情報が全国各地の中小企業・小規模事業者の方々、企業家の方々にきめ細かく行き届くようになるものと期待しております。今回の下請け中小企業振興法の改正で新たに創設された特定下請け連携事業計画ですが、これは受け身だった下請け事業者が連携し、自ら企画提案して新たな取引を獲得していく取り組みに対して国が認定し、補助金等の資金面の支援を行っていくものです。そういった連携のノウハウをまとめた中小企業連携ナビを作成しましたので、ぜひこれもご活用いただきまして、より多くの方に特定下請け連携事業計画の認定を受けていただきたいと思います。従業員の数が商業やサービス業は5人以下、製造業などその他の業種は20人以下というのが現在の小規模企業の定義です。今回はこの小規模企業の定義を柔軟に変更することができるよう、小規模企業共済法など関係する3つの法律を改正しました。業種の特性や実態に合わせて柔軟に定義を見直すことができるようになり、これまで定義の壁によって支援策を十分に活用できていなかった方々にも広く支援策を行き届かせることができるようになると考えております。具体的な業種や従業員の範囲については政令で定めることになっておりますので、決まり次第ご案内させていただきます。今回の法改正に関する具体的なご相談やご質問については、中小企業庁企画課までお問い合わせください。